ミヨー教、ミヨー教、ミヨー高架教は、フランスの南部、アベロン県の主要都市ミヨー近郊のタルン川渓谷に、かかる、道路専用のシャバリ橋である。フランス人橋梁技術者、ミシェル・ビルロジューとイギリス人建築家、ノーマン・フォスターの協力で設計された。首都の高さが、エッフェル島や東京タワーよりも高い343メートルに、達する。 世界一高い橋として知られている。2004年12月14日に式典が行われ、12月16日に開通した。タルンガー渓谷一帯は、フランス中央三海南東部にあるグランコースと呼ばれる石灰岩の高原地帯であり、パリからフランス南西部、さらにスペインへ向かう道路がその上を走っている。未要橋の完成前、 フランスの南北を貫く国道 N9 号線を通る自動車は高原の上からタルン川に向かって高低差300メートル以上の非常に長い坂道より未央の町の近くを通って再び300メートルの高さへ坂道を上がっていたこの坂は交通の難所となっており特に7月後半から8月にかけてのバカンス期はパリから南部へ向かう車で激しい渋滞発生していた このため、タルン川渓谷を一番低い地点で渡り、コースデュラルザック高原とコースルージュ高原を直結する長大な橋が構想され、なお、橋はグランコース自然公園の境界内に位置する。未容橋は N9 号線を代替し、パリから南部へスピードを落とさない高速走行を実現するため計画されたクレルモンフェラン市とベジエ市の 340km を、 結ぶ高速道路、富津、オートルート A75 線の最後に残った区間であった。A75 号線、別名、地中海高速、LA マリディンの主な目的は、山や谷の多い、この区間での走行速度を上げ、通行にかかる燃料費削減や、渋滞の解消など自動車工に関わる、諸コストを削減することである。橋の開通によって、タン渓谷の通過時間と、 フランス・スペイン間の走行時間は大幅に短縮された。パリから南仏やスペインに向かう旅行者の多くは、今日では従来のリヨンやカオール系への距離が長く通行量も高い道路より、クレルモンフェランとベジエを直結し、通行料金のいらない A75 号線を選択している。ただし、キョ橋だけは有料である。キョ橋の通行料金4.9ユーロ。 7月と8月のピーク時のみ6.5ユーロを徴収し運営しているのは、この橋の建設を行った大手建設会社、エファージュ社の設立した会社である。未応橋は政府が計画したが、資金調達と建築、所有と運営と料金徴収をすべて民間が行い、一定期間後に政府へ引き渡す、ボット方式 PFI の一種によって建設された。エファジュは、 エッフェルトをも建てた名門企業で、フランス政府との契約により開通から75年間料金を、徴収し橋を運営することが認められている。未応橋は7つのコンクリート製橋脚で支えられた、構成の8つのスパンの桁から成り立っている。桁の重さは36000トン、長さは2460メートルに及び、幅は32メートル、桁の厚みは4.2メートルである。 中央の6つのスパンの長さ、景観は、それぞれ342メートルで、両端の2つのスパンは204メートルである。道路は、南から北へ3.025%下る傾斜があるため、運転手に滑り台を落ちてゆくような恐怖感を与えないよう、半径20キロメートルの緩やかなカーブをつけ、より景観の良い眺めと直接橋の向こう側が見えない、安全な視界等を得ている。 道路は片側に車線ずつある。首都の桁までの高さ、橋脚部分は77メートルから246メートルまでの間であり、それぞれ2230トンの重さのある16のフレームワークで構成されている。それぞれのフレームワークは、さらに重さ60トン、幅4メートル、高さ17メートルの部材に分けられ、これらはエファージュ社の工場で製造された後に、 タルン川渓谷の現地で組み立てられた。橋脚の上には、それぞれ87メートルの高さの塔が立っており、ここからケーブルで桁を支えている。シュンゲタは押し出し仮設工法によって仮設された。先に橋脚が組み立てられ、その後に GPS で位置をミリ単位にまでコントロールされたスヤツラムが、橋桁を4分間のサイクルで600ミリメートル進むというゆっくりしたスピードで、 橋脚や、設支柱の上へと押し出し出ていった。橋桁が繋がった後、橋脚の上の塔が組み上げられ、そこから春桁を吊るケーブルが貼られた後、架設支柱は撤去された。未央橋は構造体が世界一高い橋であるが、イタリア半島とシチリア島の間で計画されているメッシーな海峡を橋、 中央景観3300メートル、首都高さ382.6メートルが建設されれば、それが世界最長の吊り橋であると同時に、世界で一番高い橋になる予定である。未央橋は地表面、または水面から路面までの高さでは、世界で10番目の高さになる。タルン川から約270メートルの高さにある未央橋のシュは、この橋の完成以前に、 ヨーロッパ一の路面高であったオーストリアのオイロパブリュッケの190メートルに比べるとかなり高いが、路面高で世界最高の中国国北少派等圏にあるの472メートルとは大きな差がある。タルン渓谷は早朝などに川切りが発生しやすい。このため時間によっては高原の上から雲海の上にかかった未要橋を見ることができる。 美容京は2001年10月10日に着工され、後期は3年の予定であったが、天候の影響で建設は遅れ、2005年1月に開通する予定に変更されていた。実際の開通はそれより数週間早い2004年12月で、当時のジャック・シラク大統領臨席の下、開通式典が行われた。当初、タルン川渓谷を越えるにあたり4つの案が検討された。 第一の案は環境への悪影響などにより反対された。第二の案や第三の案も技術やコストの面で問題を抱えていた。目の高さに橋を架けることによる景観破壊を避け、坂道なしでより高速で警告を通過するため、はるか上空を道路が通過する第四の案が1989年7月28日に政府によって採用された。これにも、 高い橋を架ける案と低い橋を架ける案の二つの案があった。低い橋を架ける案は200メートルの高さの橋をタルン川に架け、長さ2300メートルの高架橋がラルザック高原川の終点に達した地点でトンネルに入る案で景観面ではより歓迎された。しかし検証の結果、低い橋の案は放棄された。トンネルが地下水面を分断するため町に悪影響が、 心配されること、石灰岩の高原を掘るトンネルにコストがかかること、道路距離が伸びることが理由であった。高い高架橋を選んだ後、技術者と建築家の5つのチームが同時に技術的問題の解決に当たった。このうち現在の橋のコンセプトを暗出したのはフランス人技術者、デザイナーのミシェルビル獣であった。設計はイギリスの建築家、 ノーマン・フォスター教の事務所、フォスターパートナーズが、技術面の責任を持つオランダのエンジニアリング会社、アーカデスと協力しなら行い、警告の警官に雑然とした異物感を与えない、ミニマルで、スッキリとしたデザインに仕上がった。また警告を流れる、風の影響で橋に、どういう力がかかるか、落橋や振動を防ぐにはどうすればよいか調べるため、 数年間にわたる慎重な現地天候調査や、警告と橋の模型を用いた風洞実験が行われ、風を受け流すように橋桁の下部断面形状を逆三角形から現行の台形に変更するなど、ホスターの設計にも変更が加えられた。スペイン、フランス、イタリア、スウェーデンなど、ヨーロッパ全土の会社が共同企業体、JV、ジョイントベンチャーを組んで、 橋の工事の入札に参加した。四つの JV のうち、フランス3位、全王6位の公共工事会社エファージュ社と、そのグループ企業の JV が、未要協事業を落札した。エファージュ TP 社が、橋脚のコンクリートを、エッフェル社が、鋼の橋桁を、エネルパック社が、橋桁の仮設作業を担当した。GPS での計測保最新の土木建築技術の域を集め、 わずか3年余りの工事で橋は完成した。必要なコンクリートは12万7千メートル、鉄筋用の鉱材は19千トン、ケーブルなどに使う PC 鉱材は5千トンに上った。レファー受舎は橋の寿命に関し、最低120年は持つと主張している。完成した橋の建設費は合計3億9、400万ユーロに達し、 さらに6トル北の高架橋料金所建設にに、礼ユーロが、かかった。建設した、エファー従者は建設費を今後75年間、2080年まで、料金を印収まる権利で賄うことになる。しかしこの徴収権で十分な利益が出た場合、フランス政府は、完成40年後の2044年に、橋の管理権を引き継ぐことができる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。